よし。俺はスパロボ早くやりたくて仕方がない。早くやりたくて仕方がないんじゃ。今旬を迎えてるからな、面白さ的に。だってこんなさ、こんななんか別に山もない谷もないシナリオにもかかわらず、もうすでに面白いからな。これでまた役者が揃ってきたらどんだけ面白いんだこのゲームは。何改造しよう。バーだ、やっぱもうちょい改造するか。3800は低いよな。ゴードンもう一丁いっていいか。いいか、よし行こう。でバードは1だな。で R1 も2ついこう。これティーリングナックルで、こいつもチャクラムを2つ。よし、これでいい。これはいいね、かなり。ナイクパシオまで結果出せよ、お前は。頼むから、頼むから。こんだけ改造してるんだから、改造してやってるんだから、頼みますぜ。サゴン君、応急処置のまま対空マリオを動かし続けるわけにもいかん。この際修理と調整を十分に行う。なんなんそこは、なんで直したばっかじゃねえかこの前。本当に壊れてんのかこれ。そうですね、ガイキングの調整も一緒にやってしまいましょう。松坂かお前は。常に対空マリオ右肩に違和感があるんか。君が重戦機体の藤原君かな。ああ、俺が藤原忍だ。俺以下3名本日付で大空バリューターンに配属になった。よろしく。俺こいつならねえだろ地上は。君たちは問題を起こすので有名だった。チェッ、また言われたぜ。おい、よそんだ2人とも。早速で悪いが、サイガ君と一緒にジェットスクランダーを持ってヨーロッパに行ってくれ。こちらこそ。さやかなんかに何赤くなってるのさ。サラの方がいいじゃん、さやかとサラだったら。ほんと右まで真っ赤で、そんなに一瞬で骨抜きするほどか、さやかって。ちょっとさやか見せてくれ。じゃあ行ってくるぜ。ごまかすな。読んで、この流し目は全てを読んでるの。気をつけていくんだぞ。それさやかを見せろ。はい。この一目で全身を耳まで真っ赤にするほどの中ね。まあでもそう言われればそう見えてこないこともないが。ねえわ、いくらなんでも。分離禁止命令が出ているんだ。そう、私たちは一心同体。ねえしのぶ、なんで急にそんな大物司会者に絡むグラビアタレントみたいなことやってるわけ。サラはうるせい。この音楽。新宿に正体不明のモビルスーツ軍が出現し暴れ回っている。至急大空丸隊を。モビルスーツ軍地上に。モビルスーツとかで大体宇宙だもんな。地上にモビルスーツ軍。今日は濃ゆいコーヒーを入れた。いつものね倍ぐらいの粉を入れて。ああそういうことか。うわ、濃い濃いコーヒーを入れ、濃いとリアクションする。そのまんまのことをして。マスタークロス。マスタークロスって何なの。なんかタオルで攻撃するよね。タオルで攻撃するというイメージがあるよ。どっち、敵が7000なの、これ7000なの。あ、お前が7000なんだ。そんなバカな。対空マリオの倍ぐらいあるじゃん。ドゥ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 。
ドゥ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 。リン。ちょ、退屈だから。退屈だからあれ食うわ。ムーンライド食うわ。ドゥドゥドゥ。キック。最近ケンタッキー行かないんだよな、朝。前は朝にも行ってたんだけどさ、土日にさケンタッキー行ってもランチじゃないからさ高いんだよね。まあ高くはねえけどさ、やっぱランチに行きたいじゃん。ランチタイムに。ランチタイム。あ、やべえ、音楽思い出せない。どんな音楽だっけあれ。まあ、いっか。しかも最近なんか味が落ちたような気がするんだよな。ちょっと味が濃いんじゃねえかって思うんだ。ケンタッキーさ、味濃いんだけどさ、でももっとなんかこうもっとフレッシュだったんだよ前は。あいゆえに難癖だよこれは。流派同胞会話、王者の風。全然伝わってこねえわ、熱が。お前たちの熱が。ピート。久々だな、ピート使うの、本当に。スタッカード使うの。お前能力いくつ？お前やっぱ格闘140ぐらいあるわけ。同胞会。おお、144。魂まで使うだと。しかも明鏡止水で、多分これ回避命中プラスが明鏡止水だな。さすが運動性が99ある。別のゲームみたいだな、もうこいつは。剣破戦王起源だ。もうちょいさ、2500ぐらいのやつを倒してほしいよな。どうせやったらこんな1000のやつ倒しても、それは誰にでもできるって話だよ。っていうか見た、今 4% 当たるんだよこれ。当てられるやついるわけ。でも当ててもこれ一発で死なねえやろ、どっちにしても。一発じゃ。でもじゃあ粘れば倒せるってことじゃん。どう思う？よし。あ、もうめんどくせえな。もういいじゃないですか。もうこの人たちの力見たじゃないですか。早く動かしてくださいよ僕にも。デデ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 こっち亀の BGM 匹敵するよこれ。こっち亀の BGM どうなんだっけ。 お前ネック使うんか。マジかよ。こっち亀の BGM 匹敵するぞこの音楽の浄化力は。洗浄能力は。お
ね、この音楽も好きなんだよね、このテレ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 テテテテテテ。何気にね、こっちの方があれよりも好きかもしれない、あの後の音楽よりも。これ良くない？テテテテテ、まあ、あれはあれでいいんだけどね。あれはもう本当にここぞという時だけ聞きたいのよ。あれがメインになり始めるとちょっと違うのよ、それは。まあ、魂使え。どうせ帰るだろ、これね。3倍になります。3倍にしても1000しか食らわさねえからな。頼むよ、もっとさ、ガッと生かしてくれ俺に。やっと解放されるこいつらから。もう全自動卵割り機から10年経ったのか。これからどんどん10年経っていくぞ。今年11月にはあのチーターマンから10年経つし、来年の頭にはあの呪いの館から9年か10年じゃないな。どんどん10年経っていくんですよ、これから。10周年が至るところで10周年。えい、なんて数だ。それが漢字で書いてくる。どうも、生き生き構っていてもしょうがない。あれをやるか。はい。お。誰君？あ、シャイニングガンダムか。おい、もっとため。ため！もっとためをね。チェ、俺の出番がないぜ。貪欲だな。お、終わった、来たな。ファンリーが反応。終わり。え、ちょ、え、終わりなの？終わりなの？いや、そんな思わないじゃん。終わり？マジで？ちょっと待って、アイテム次第、アイテム次第だ。ちょっと待って、落ちてるアイテム次第だ。金塊とかばっかりだったら、強化パーツだったら諦めるけど、パーツだったら戻るぞ俺。ちょ、グーグル押せ。なんなんだよ、ほんと。 Wi-Fi って押せよな。 Wi-Fi って押せんだよ。あれ繋がんねえ。 Google が重いぞ。そんなことあるのか。ドタドタ。おい、繋がんねえ。なんで？おかしい。 Wi-Fi もスマホも繋がらない。電波ジャックされてるぞ。ライダーの改造費用を用意してくれた。金くれんのか。状況に応じて変形できるようになったんだ。マジ何、 Google が繋がんねえ、 Wi-Fi も繋がんねえし、スマホの、ね、ネットも繋がんねえんだけど、なんだこれ。頼むよ。シャーキー足元に確認したところ、そのような者たちは知らんとのことです。まあな、最新の敵だもんな、この時点で。ゴッドガンダムの G ガンダムの敵って。 G ガンダムの G って何？おわ、やっぱこれ。いや、ちょっと待って、ネットに繋がんねえんだけど、どういうこと？ジャックされてるぞ、完全に。ちょ、戻るわ。戻るわ。いや、どうする？ガンダリウム合金っている？これ。ガンダリウム合金っている？何だ、ガンダリウム合金って。ちょ、取ってくるわ。よし、早速装備した、装備させてみよう。大工丸、あ、こいつはダメだ。
誰にすりゃいい？ライディンとかか。お前遅いよな、ライディン。加速も使うし、つけてみっか、ワンデリングウォーキング。これな。これ、まず見てくれ。移動力マイナス1。運動性マイナス9。あ、でもこれ、今見るとかなり増えてる。こんなに増えるんだ。体力600ってさ。しかも走行も200だろ。走行。ってことは600になるところで、これめっちゃ強くなるじゃん。こんな強くなるんだ。強いよな、これ。別に避ける必要ねえもん、こいつ。あ、これ強いじゃん。なんで俺これ弱いって言ってたんだろう。全然強い。てか、シャイニングガンダムの中にあった。うわこんぐらいいっとくか。いや、もうちょい行ってもいいか。もうちょい行ってもいいか。いや、まあこんぐらいにしよう。あれ、ビームソードなんてあったっけ、お前。そんなの持ってたっけ。シャイニングガンダム。やはり重視していかざるを得ない。お前もうそんな改造してるんだ。しかも、なんだこのばらけた改造の仕方。まあ、これも改造しとけよ。もう、まあこんなもんでいいか。で、シャイニングにはもう、マジでもう本当に重要するかな、これ。移動力が十分にあるな。さあ、どうしようか。R2 お前ちょっと遅えな。メガブつけとけよ。で、マグネ。あ、マグネつけてるか。高性能レーダーいいんじゃない？ていうか、シャイニングあるのに高性能レーダー。そういうのもあるのか。これあるよな。だってシャイニングフィンガーが3末になってしまう。射程は。なんてこった、これは。これは強えぜ。もう一回とか。何せシャイニングフィンガーだからな。よーし。てか、まだほとんどスパロボらしいことをしてねえじゃないか、今日。スパロボらしいことをまだ何一つとしてしてないよ、僕は。どうもんだ。これがその男だ。名前は教授カシ。名前出せよ、写真を。父さんを冷凍系にした。冷凍系って何？まあ、凍らしてずっと保存しとくみたいな感じか。じゃあ火つければ戻るわけね、それは。ガイギングの発進実験はまだやっていません。なんだそれ。これとして新技フラグ。ガイギングの新技フラグ。まあでもガイギングに新技増えるとね、大工周りにも新技増えるんだよね。最後のムーンライトクは。おお、ムービーか。ガイキング、ハート1、ハート2、ゴー。誰得なんだ。ハート3、ゴー。あそこ飛ぶんだ。腕だけ飛んでると気持ち悪いな。あ、そういう風になるんだ。ガイキング合体完了。こっちのポーズの方がかっこいいじゃん。なんであんないつも狭いとこ通ってるみたいなポーズになってたわけ。こっちの方がいいよ。お、なんかちょっとアイコンも変わったような気がする。買ってないんだろうけど。シャイニングガンダムライ、あ、これちょっとしか出せないぞ。じゃあトライダー、 R1、 R2、 アゾラー。あ、この2択になるわけね。じゃあ
じゃあこのブンタだよ。ファンリーは本当何に使っていいのか分かんねえんだもん。大空魔竜まだ作業終わらないのか。もう少しです。キラキラ様おっしゃる、ありがとう。ごめん、強豪座倒してやるからな。シャーニンがいいからな今日は。あ、てか割ったり倒されるだけじゃん。割ったり倒す。今日こそは許さん。小僧覚悟しろ。これは撤退しないということだ。そう、間違いないだろう。今日こそは許さんって言ってんだ。お前らはもうちょっと単価切れよ。今日は逃げる、今日は尻尾巻いて逃げんじゃねえぞおっさんぐらい言ってくれ。それがキャラクターってもんやろ。まずあそこな。え、てかふん、待ってよ。あ、これ倒せるわけ。倒そうと思えば。なんかそういうのやっぱあるよね。なんか倒そうと思えば倒せんじゃないっていうマップ結構あるよな。お、これ忘れん、ちょっと祈りに行く。よし、金塊、金塊だった今。逆光で見えなかった。そこはちょっと。遠いな。もうねえか。まだある。そこ、ちょっとこれ覚えらんねえぞ。多くね。探索使った時ってめちゃくちゃ多いんだけど、いつもここ。誰で取りに行かすんの。あれ、誰で取りに行かすの。じゃあそれはお前が行け。多分もうないと思う。さすがに6個以上ねえわもう。で、あれを、よし、ちょうどいける。よし、これでいい。で、何が増えたの。武装は、装甲が850になってる。マジで強いじゃねえかよ。パライザー、カウンタークロスとカウンターパンチが増えてる。なんかバウンドミサイルとかなかったよな。キラーバイト、ここら辺ほとんど増えてねえじゃねえかよ。ここら辺を増やせよ。ミラクルドリル、ミラクルドリルってお前、お前だって金庫儀96じゃねえかよな。ほとんど強くなってねえじゃんこれ。避けやがって。まあでも基本性能上がってるな。まあしまうけどな。ほら、こっちで使うんだ。こっちで使いたいんだよ俺は。見ろ、ハイドロブレザー16。あれ、おい、チップはなんで外れてんだよ。チップはてか大工マリオめちゃくちゃ体力上がってんだけど、これ別のユニットになったな多分。まあいっか。なんだよ本当に。取るなよ勝手に。水差すな、お前たち。本当に水を差すな。じゃあお前、あれ買いに行け。お前とカズオラ、こいつね、何気に山とかもスイスイ行けるから。そう、そしてワットも強くなった。なんかいろいろ強くなったな。でも体力大きく3400って。トライダーバードアタック4105、やっぱ強え。やっぱ強えよトライダーは。これ何も買ってねえな。トライダーコスミックだってよ。どこがどうコスミックなんだお前。なあ、こんなのつかま、早くはなった。じゃあこれは何だよ、遅くなったぞ。トライダービーグルこれ飯食う時じゃないか。チャブ台で体当たりってな。昔俺もよくやったもんよ体当たり。じゃあトライダーコスミックはもう、トライダービーグルはもう解体しといてくれ。あれもつかん。なんだ、え、なんだ、え、ずっとなの、え、これずっとこうなの、これ先。てか変わったんだマジで記憶にない。これでどうだ、もうないのあれ、もうあの BGM ちょっと待ってなんかね、俺の今の複雑な心境、変わった嬉しさよりももうあれが聞けないのかと思う喪失感もマジに。めっちゃいい音楽だなこっち。めっちゃいい音楽だ。すぐ忘れられそうだあっちの方。どうしようこれ。敵の射程がいやらしいな。いやらしいよなこれ。まあ、相当いやらしいなこいつら本当に。本当にマ
前らいやらしい奴らだ。だってこれ遠くから行けないもんね、こいつら。基本的に脳筋集団なんだよ、こいつら。脳筋集団下の方に回り込んでいかないといけないから、仕方あるまい。まあこっち来いや。てかあんま下行くとさ、あいつらの的になっちゃうからさ、仕方ねえやつらだ本当に。ちょライディーンも来てくれ。お、いいね、マグナビームライフル。ゲルドラ、くそ、山ん中のゲルドラ、やらしいなこいつら。この音楽は一体。そこ。ノリノリじゃねえか。やらせない。じゃあビームコーティング役立つな。運がなかったな。つかあんな硬いんだったら大工針も使い道あるよな。ほんと硬いもんな。危なかった。いらねえんだよそんなのは。爆散するザコは。それは君たちの仕事だろ。お前らこっち来る。ライヤちょっと削るのもありだなこいつら。いや上の方移動してくれ。上の方移動してくんないと。そこクロテクターの射程範囲内なんで。でどうだ。え、今ベジータじゃなかった声。無駄だ無駄だ。てててててトゥン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 。逃がさん。お前なら4文字とか3文字だけなんで。縛りでもあるんだ。5文字以下縛りが。やりやがったか。硬いよザコが。お前ら雑魚だろうが。よし来たぞ。いいね。ああさそりゃこっち来やがった。ちょっとそうじゃないんだよな。さあこれさ、まあいいや。流星お前期待してるぜ。一人まずおびき寄せたな。こいつ殴る。こいつやばくねえか流星。ドモンよりも使いやすいぞこれ。やつがどうも別に使いやすくはねえからな。じゃあビームソルトも改造してみよう。どうもは。おいグロテクターよ、今日こそ絶対逃がさんからな。お前らチキン野郎ども。ダメだ、ママじゃ持たない。あでもいい、うまい。逆に美味しいわ。やったな。やっぱ HP 低いな、めっちゃ低いわ。修理装置がないと。っていうか修理装置持ったやつがいつの間にか無駄です。修理装置持ったやつがいつの間にかどっか行っちゃったかな。ビームソード、こんなんあったっけ。なかったよな。これなかったよねビームソード。記憶にねえよ。っていうかシャイニングストライクよりもビームソードの方が強いんだ。じゃあ何のためにストライク覚えたんだ。普通に剣で切った方が強い。おーかっこいい。トーガー。格闘つっても剣と体術は違うだろ。お前剣はできないだろ。まあ関係なさそうだ。やられた。そっか記録がなかなか増えねえんだ。じゃあビームソードも強化すっか。ショットはなんかね、こいつの射撃なんでミリも期待してないから、ミリも期待してないわけで。こんなに差があるからな。まあでも射撃は射撃でこれでピートと一緒だからな。不得意な方でシャイニングショット、こんなの強化しても意味ないから。ソードを強化すっか。これ微妙だよな。こいつ射程長いね。ムカつくんだよこいつ。7ってお前。ここだな。よしで一旦お前ら左の方に迂回しろ。左から行け。これで上行くはずだ。まあ下来たら下来たら。おおおお、あしかもライディング、わんだよ、うっせえ、取らせろやー、ゴッドサンダー、
だろうでいいだろ。面白くなってきやがったな。これ多分本当にグロテクター倒せるぞ。おそらく総決算マップだ、今までの序盤の山場ってとこだな。だ序盤も山場だからこんな音楽なのかもしれん。そこだ。うるせえ、ガンダリウム合金だ。こっちはなんで1200も食らうんだよお前。こっちらガンダリウム合金だぞ。まあ、しかしこいつガンダリウム合金をつけないとやっぱ燃やしすぎる。早く早く、ちょっと使っちまった。早くに気を取られた。ゴッドゴーガンを使わせてくれ、解禁させてくれ。ゴッドゴーガンをそこだ。海開きってもうやってんのかな。解禁で燃やしたけど、マジで本格的な、本格的な、助かった。いらねえんだよお前らの安息は。お前らの安堵いいよ。いるこいつらのポリゴンの安息パート。お、いいね。ちゃんと山形家こっちが、もうこれ2人で3人倒すわ。2人じゃねえ、2人だ。何このエジプト感。これエジプト感あるな。ここめ守れ山形家を。てか左に山形家とライ、これは何かが起きるな。邪魔をするな、押すな。いやビームライフルの改造しとけよかったな。こっちもすっか。しかもお前ら改造してる。俺は気づいたぞ。こいつ前3600だったからな。改造してやがるだと。くそー、面白くなってきやがったぜ。マジで面白くなってきた。総決算マップだな。てかマジで面白いなこのゲーム。こんなにスパ、新スパとはシミュレーションとして完成されていたのか。マジ甘く見てたわ。ひょいっと、ネタゲーやってやるかぐらいの気持ちでやってたけど、これが100円で買える時代だよ。ジーリゴルバ使うか、削りで。ほんと激励が欲しいな。ハイドロできねえの、ピートが。落ちろ、ピートザスタッカーとか。くそ、邪魔すんじゃねえよ。やばい、歯が立たねえ流星。俺はまだ生きてんぜ。敵の一撃がほんと重いな。おい、これはこれはひどい。敵がやりたい放題で漏れる中から、もうこれおびき出した方がいいぞ。さっさとドアロ行けん。ボーガンがもうすぐ解禁だろ。もしこれで解禁だ、やばいぞ。なんだこれは、敵が強え。落ちろ、このポリゴンめ。なんでだよ、おかしいだろ今のは。いくらなんでもおかしいだろ、3000食らうのは。またクリティカルかこいつ。お前その敵にクリティカルを食らうんだよ。何こ、こいつ。くっそ、持ってかれるぞこいつ。ガンダリウム合金が、そのなんで全部左に来るんだよ。全部蹴散らしてやる。山形家ドライ。ここだっけ。もう場所もちょっと分かんなくなってきた。よーし、じゃあそうそう行くぞ。だいぶ距離も離れたしな。でもこれ一発は死にそうにねえな。変身こいつマジで強いからな。いやどうする、でもこれ森の中いっちゃう、こうダメージ森の中いたら。もうちょいこれ引きつけた方がいいよ。これ多分引いた方がいい、行った方がいいけど。リュースお前ど根性。いやちょっと一旦記録ある、記録ねえなこれ。あーどうしよう、
とにかくあいつら森の中にうざすぎる。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。森の中にのうざい。あ、これ付け出ししようか。そうだ、押せっかなこれ。そうだ、焦らずゆっくりいけばいいんだ。焦らず一人ずつ落としていけばいい。そうだ、その通りだ。宝に翻弄されていたわ俺は。あの宝なんて無視とげん。銅の記録も上がるしな。銅の記録を上げねえと。つうか修理装置持ったやつおらんか。修理装置でもあったとしても2回しか使えねえから。頼ませ2回はねえだろお前。よし、そしてこんなひらめき、さらに集中、めちゃくちゃ使えるな俺。精神の鬼だ君は。さあゴッドゴーガンか。よしこれでいい。いいぞ、これで反撃されても返り陣できる。うまい戦略隊、うまい手隊これが。なんだこの白熱の戦いは。しかも別にボスとかじゃなくただの雑魚にここまでやられてるというね。まあでもこれがシミュレーションゲームだろ。普通のこういうもんだよ、こういうもんたい。よし、じゃあお前はこれちょっと流星君おかしいだろ。総合470グラドッセ、お前ピートより強えじゃねえかこいつ。ピートは何なんだよ。1,2,3,4,5,6,7。あ、これちょうどどっちにも当たるようになってる。1,2,3,4,5,6,7、 1,2,3,4,5,6,7、 どっちにも当たる。お前もうその中入ってるお前。いやでもこいつどうする。いや、この右の方に逃げるという手がある。1,2,3,4,5,6,7。ほら殴られねえだろうなこいつ。さすがに殴られても大丈夫か。よし、これで上の方に敵はまだ近いからさらにちょっと離れよう。ひらめけライ。ほら、なんとか倒すぞ。2人だけで倒すぞお前。ライト山形家左翼から行け。左翼にしけ込め2人で。おお、いいね。手が結構強いぞこいつら。たかが機械銃と侮っては痛いのイメージ。どこを狙っている。そして私はこれ禁断の作戦を敢行する。よし、なんだ激怒とは言って敵全体に10から1000のダメージを与えます。そんなことやってる場合じゃねえんだよ俺今。遊んでる場合ではない。山形家は激怒した。クッキングババの間違いだから。でもそんなことだ、激怒しねえだろうね。パトラードリル。山形家が激怒するってどういうことなの。こいつ結構些細なとくだらないことら激怒しそうだけど、なんか本当になんか普通の悪口じゃ何を。もういいや、もう山形家の無駄な考察はやめておこう。まあ根はいいやつってことだよ、要するに山形家は。そして一人倒した。よし、最悪一撃水。おお、シミュレーション。これは間違いなくシミュレーションバトル。おい、これが激怒だろ、ね、鉄壁使ってんの。ドゥ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 。強っ。てかトロスってこんなんなんだ。そんなおみやしがあったんだ。なかなかの腕だが。この程度で俺は倒せん。
きて帰れると思う。エジプト感。うお、家庭トロス。これがトロスなのか。トロスを脅威に感じてる。ミロ戦略だ、これが。これが戦略や。ライディーンはこうなってからが強いぞ。まあ、こうなってからさらに攻撃されて撃墜されたこともあるけど。ひらめき扱いからな、何にせ。やってやる。で、敵は多分今の行動パターン見て分かった。瀕死のやつを狙ってくる。おっと、危ない。一番死に近いやつを狙ってくるから、こいつは。この状態で放置しておけば、おっと、おーガン、誘い受けができる。それを反撃でしばいていく。これがライディーンの黄金スタイル。しまった。え、倒せなかったんか今。スマホ見てたけど。倒せや。まあでも、じゃあジーガネ倒すわ。じゃあジーガネ倒すからいいよ。乗れるね。でも正直言うと前の BGM が恋しいわ。ちょっと交互に来てくれ、交互に。次のマップはあれにしてくれ。おお、やった、うまい。これはうまいぞ。ん、あれあれ、ビッグホーンじゃねえ。あ、ジャイアントカットにやってる、ビッグホーンから。てか残弾2点お前。あ、こいあ、こっちも強くなったんだ。てかドラゴンカッターとかあるじゃん、あれあったっけ。お前が後部機関砲なんだそれ。レーザー砲、ハイドロブレイザーまであと少し。じゃあジャイアントカッター使うか。まあ別に俺ビッグホーンも強くしてあるから、どっちでもいいんだよ。この体力はマジ頼もしいぞ。てか倍になってんじゃん、体力。対空マリこの程度のダメージだな。もう頼もしいじゃねえか、本当に。本当に頼もしいぞ。ジャイアンカッタースタッカーと忘れてないんだお前は。ちょっと危ない。当ててくれたのも、これ運動性低いからか。運動性って関係あんの。あるかこれ。関係ありそうだな。おお、来た。これいけるか、ナックルショット。もういけよ、もうハンギーテンぶち殺せ。てかど根性使っとけんかってこれ。多分大丈夫だと思う。レーザーとかは1300ぐらいだけど、見たよなさっき。やってやる。ナックルショットとかは多分1000いかなかった。800とかだから。でしかも森だから多分大丈夫。よし、理論武装してたから今。理論で心を固めていた。理論武装が勝った。当てろよ。よし。こいつを倒すとなんか顔一匹落とした感あるよな。うるさい、顔一匹落とした。グラドス兵ん？ってことは左のあのやつを、左のやつオリキャラのはずだぞ多分。混合部隊だよなこれ。お、よし、できた。よし、いいぞいいぞいいぞ。それだよ、それでいいんだよ。よし、ようやく俺の思い通りのやつになってきたな。ようやく俺の思い通りのやつになってきた。でこっちは一旦引こう。一旦引いてこいつを、こいつを一旦抱いていく。ブレイバーをシャイニングショット。さあこれで解禁するぞ、シャイニングガンダムが。ついに産声を上げるとき、最強だぞ。格闘138、威力3400だっけ。シャイニングフィンガー、ついに牙を巻く。熱血も疲れる。熱血も使えてしまうんだぞ。強いに決まってるじゃないか。あ、てかワッタも強くしないとな。ワッタの繊維も上げてかな。ワッタとドモンでいくから。いいか、ワッタとドモン。スーパンするぞ、あいつは。
スーパンだ。これジャベリンでいける？ジャッペでいける？もう熱血ジャッペでいいかこれ。よし、そう、そうしよう。熱血ジャッペでいくぜ。つけ、外すなよ。分かっておるだろうな。外したならんぞ。テキ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 。スライダージャベリン。テル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 。やられた。嫌な予感しかしなかった。当たってよかった。こいつはオリキャラのはず、多分。こんなんあれにないでしょ。グラドス兵じゃないでしょ。てかグラドス兵乗ってるか、それだったら。あっちのやつだったら。おお、3700。そうか、こいつは社長が。こいつ社長で倒したいな。まあ、いっか。おい、ハイドロ遠すぎるだろ、これ。遠いんだよ、お前。遠すぎるわ。いや、これは遠いな。バーズ。え、これどうすんの？勝った。当てろ、お前は。これどうしよう。ライディーンどうすんだ、これ。え、どうしよう。こいつ射程7ぐらいあるよな。ゲームドア、ビームキャノン。いや待ってよ、ライディーンってビームキャノン、ビームあれコーティング持ってるから。しかも海ええじゃん、お前。海ええじゃん、これいけんじゃね。集中で。しかもこれさ、信頼使えばいいじゃんな。よし、さあ、ここ中から反撃不能。あ、反撃不能だ。こっちかな。こっちでいいんじゃない。じゃあこっちでいいよね。よし、これは素晴らしい。海からライディーンのゴッドゴーガンできる。こんなことができるのか。てか、お前海 A だったんだな。なんだこれ。完璧じゃねえか。ゴーガン、タクティクスガンがすごいぞ。これがライディーンだ。多すぎる。これがライディーンの戦略や。戦略バトル。そして行け、ピート君。ザイアントカッター当てろ、お前。てかレベルだな、7じゃねえか。お前いつも休んでっからだ、てめえは。いつもいつも休みやがって、お前。出ろ早く。さっき外したからもう当たるだろ今回。ちょっとダメだ、このままじゃ持たない。いい加減にしてくれこいつ、本当に本当にいい加減にしてくれ。もうマジでいい加減にしてほしいと思う。司会者ナンバーワンだよ。どうしたんだ、どうしたんだ。マジでいい加減にしてほしい。パイロットナンバーワン、ピート。2400の武器で1600の敵を撃ち漏らすという。マジでいい加減にしてくださいね。ほら出るか、キングよ。ついにキングが飛び出す。この危機にデスパーサイトでいいんじゃない。こっちちょっとね、トライダー狙われたら困るんだよ。そんなにやばいからさ、トライダー。ウィン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 。キラーバイト。うわ、結構分かった。さあ、そしてこっちだ。もう心置きなくいけるかな。
まずはこのダブラス。おお、暗殺部隊が、暗殺部隊がついに立ち上がった。暗殺しろ、そいつらは一人残らずな。殺していけ。マジョラドリル、死神山形。見ろこの山形家の堅実な仕事。ピーターも習ってくれ。120あるから、ね、格闘が。竹は静かに仕事をする。左の方に行った4機が次々と今行方不明になってるからな、ね、山形家という暗殺者による。そしてこのホモ2号、これはあえて防御表示でターンエンド。今何個取った？だから1、2、3個取って、あと森の中にあったよね。作業は終了しました。よし、長い目を離脱する。キラーお前帰んじゃねえぞ。よし、帰れないよね。今の帰ってないよね。キラーは帰んねえよお前。1万2000ぐらいになったら、うっまずい、撤退するとか言い出さない。言い出すなよお前そんなの。おお、7500もある。面白い、ぶち殺してやる。当たりはしない。けどお前らに構ってる暇ねえんだよな。行け、ビームザクラム。こっち宝取りに行かないといけないからさ、お前ついてこい。こっちに タフな野郎だ。人気あるな。だから2つあるからな、下の方にそれぞれが取りに行かないと。しかもグロテクターも相手にしないといけないから。うっ、やるな。邪魔なやつめ。強えじゃねえかお前。普通にこれがトロス。チャクラムゴー。これはちょっと戦略変えないといかんな。変えないとダメだ。お、そっち行くか。格闘今さすがにアルファもったいねえよ。てかもうすぐバード解禁するな。さあなんでそこまで白 ID になるんだお前。こっちから海へだぞ、海へだぞお前。これ威力還元するだろ、だって海なんだからさ。やるね、怪人。おお前なんでそこまで狙うんだ。ゴッドバード、ゴッドバード使っていいか。これも倒せるんだったら、倒せるんだったら使っていいよな。別に使っていいか。使っちゃおう、使っちゃいましょう。ゴッドバード、フライ。そしてピートとかいうクソ野郎、これだけ目をかけてやったのに全く活躍しない。激励がないとね。いや激励があってもだな。照準セット。激励があってもだろピートは。ライディンがここまで活躍すると、いやてか終始活躍してるわ。ライディン、ライディンは強いぞ。何せ SP が高いからな、これが一番大きいよな。 SP が高いというのが何よりの宝よ。お、ザウル改造使えるぞ。あいつおびき出さないとダメだな。なんせ7500万あるからさ、おびき出さないと。
出てこいよお前。もしかぶっ殺すかもこのまま森の中にいるまま。そのありだな。ザウルガイザー。ていうかね、マジで早くアイテム取りに行かないとまずいんだよ。あのこいつらおびき出してる暇ないもん。ぶっ殺すだこいつ。いやガイキング強え。ヒートを使うたびにそう思う俺は。負けやがった。まだ耐えろよ。ついにグロテクターを倒す時が来たぞ。この決戦マップにて叩き潰す。あ、しかも改造してある。こいつらがマジで来てるぞ。キラーがマジで来てやがる。キラーは本気だぞ。キラーがついに牙を向いてきた。さあここだよな。ちょっと待って話が分かんない分かんない分かんない、もう分かんない。こうして空中まさく。いやそれは分かるんだって。そこはもう一番分かるから。そここの左の方ね。サソリの3つ下いっか。あ、これそうだ、引き殺していけばいいんだ。ついでについでに引き殺していけばいい。サソリを。てかお前サソリ倒せ。大空マリオ、お前サソリはお前にやるからな。倒せよそいつ。でグロテクトは反撃するまま与えず1ターンで滅ぼす。よし。今いくら食らした。いくら食らしたお前。1000ぐらいしか食らなかったぞ確か。どうしたんだ。どうしたんだ。ドゥ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 。そいつ倒せよお前。さあそして俺こいつらはもう、じゃあこういう山形に任してライアーも取りに行くか。あれをパジョラードリル。仕事すぎやろ山形家。仕事人左翼に向かった4体が音信不通になってる。次々と山形家により、暗殺者山形家により、一つ一つ音信不通に。これが殺し屋竹の威力なのか。3000金も持ってるな。そしてここ、さあこれでいいだろう。で発進だ。ここで R ウィングを出せば次のターンにアロ回収できると。あ、これいいじゃん。まだいいな、これ。よし。で、こっちのやつ、小突きに行こうぜ。小突いちゃおうぜ。邪魔だ、お前。てか、必中でさ、グラドステイ倒そう。それがええ。中グラドステイ。お前らうるさいんだよ。うるさいんだよ、お前ら。テレデテレデテレデ。いやトライダーやべえわ。やっぱ頼りになるわ。必中はいいよな。必中はやっぱり。ドゥ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 。金持ってねー。どうするこれ。さあゴーガンね。こいつ
よし。これで次のターン、ゴッドバード、シャイニングフィンガー、トライダーバードアタックの3段連携でお前始末する。プロテクター。あ、でもアイテム取ってねえからまだが。でもこいつ倒したら前期撤退するかな。もうちょっと耐える。もうちょい耐えてくれ。テレテレテテテテ。あいつ殺しに行くか、家族で。こいつ倒すか、サソリ倒すか、どっちかだな。こいつが倒すかな。シャイニングウィンガー行くか。お、待ってか、3マス。射程3マスだぞ、おい。おい、射程3マスだよ、お前。これはやばい。これがドモン。これがドモンなのか。俺のこの手が光ってうなる。お前を倒せと輝く叫ぶ。主人公だ、これは。間違いなく。奥から、奥から失礼します。まあでもこの奥からのやつ結構いいよな。これはこれで、よし、だいぶ片付いてきたな。だいぶ片付いてきたな。もうチャクラも打てねえぞ。サソリンガ、こいつも竹で沈むから。もう山形県の方がピートよりもレベル高い始末だから、ね、この程度なら流星でも回避できるな。じゃあ何年かかるんだよ。ハイドロブレイズを使えよ早く。何十年かかるんだそれで。一体も倒してねえからな、このポンコツ。レベル上げんと、ピート、ピートのレベル上げは急務である。それが急務。この程度のダメージならまだ大丈夫だ。お前は倒せ早く。そしてレベル15ぐらいになれよ。ビッグホーン突進。体力はあるんだからさ、お前は壁になれ。人なの、いざという時に。よし、ピート、君は壁になれ、風になれ、千の風になってくれ。ピートがならねえ、ならなさそうだな。ピートは死んでも千の風にはならない。そんな爽やかなものにはならない。必ず殺す。逃げんじゃねえぞ。じゃあお前、逃げるんじゃねえぞ。でこれ反撃のシャイニングフィンガーでいけるんじゃね。やってみるか。そうだ、やってみよう、やってみよう。思いついたら、思い立ったらやってみよう。おお、山形家は激怒した。仲間を笑われたからだ。仲間を笑われたら切れるで。もう120円ってお前 5% じゃねえか、消費税。倒せるじゃないこれ、山形家だったら。まあ竹ならいける。だって1130だろ。1700の金鉱石、これを見ろよ。竹ならば、竹ならばやってくれる。竹やべ、これ全部倒したんじゃない、左の方。竹一人で。パズラドリル。竹とは一体、殺し屋。
殺し屋じゃねえか。しかも自身はまだ銃しか食らってないからね。すげえ。最悪マジで2人で全滅させやがった。山形だけどないだけで。結構金持ってんなこいつ。よし次のターンに。何やろな。よしよし。そうだよな。よし、おチップ。あ、お前が移動したんか今。ちょ、ガイキングを移動させようと思って。あと1個どこ。ちょ、そっちじゃねえよお前。知ってるんだよそっちは。もう使えねえこれで。くっそ。お？ここにしとくかい。こうすれば俺ここか、ここかもって思ってんだよね。で、ここであっても次行けるからさ。来いよ、プロテクター。ビビってんのか？反撃で。よし、この位置関係ならいける。ビビってんのか、おい！なんでだよ、ビビってんじゃねえか、こいつ。あ、でもバルカンならいける、ゴッドワードで。まあ、計算狂ったわ。ビビりやがって、このクソ野郎。でも、大丈夫か？これ、シャイニングフィンガーで倒しはないだろうな、次に。この時を待っていた。何が待っていた。それはこっちのセリフ。お前ぶっ殺してやるからな。何、まずい、このままでは。バルカンで殺されるところだった。ダサすぎる。バルカンで死は、バルカン死は。ゴッドバードチェンジ。この音楽の方が今である。普段ダサいから。普段ダサい勢は反撃で倒した方がかっこいいまである音楽が。でもなこいつ2万6000あるからさ、強いよな。普通に普通に強いよ。普通に強いんだ。ほう、まあいいや。じゃあお前ちょピートピート。まあいいや。じゃあもう次ピートも前線で戦わせまくるから、今回はピート頼む。激励がないと使い物にならんなこいつ。ピート。しまった。こら許さんぞこんなやつに。オーバーキルもいいとこだなこれ。行くぞ。必殺。シャイニングフィンガー。私奥から来る。よし、いいね。さあ残るは一人だけだ。逃げるなよお前、残り一人になったから。チキン野郎、逃げるんじゃねえぞ。あ、今間があったからマジで逃げたのかと思ったこいつ。びっくりさせやがった。さあどれ、左。よし、もうやった。1万だとよ。やったぜ。もうか。よし、俺の作戦構想したの。これなら2マスで届く。構想した形。さあ、OK。ちな、海 A か、海 B か。でも俺当たったら死ぬだろ、普通に。シャニーが当たったら死ぬじゃん、これ。レーザー砲、バルカン1300。レーザー砲、当たったら死ぬんじゃね？大丈夫か？あ、そうか。あ、接近すら大丈夫だ。え、大丈夫か？信頼ある。あ、もう信頼ピートしか使えねえ。大丈夫か、これ。まあ、バルカンなら死なない、絶対に。よし、これね、行こう。ついに来た。シャイニングフィンガー。熱血買った、今。皿洗った。俺のこの手が光ってうなる。1140、格闘138、威力3400。シャイニングフィンガー。説明はいらん。
1万5000は持っていくだろう。この豚ども邪魔をするな。9000、殺す。9000、じゃあ電卓使おう。見える。9000、3000、え、3400だね、威力。9000っておかしくね。熱血かけて、あ、かけてないか、熱血かけるの忘れたか。あれ、これかけてない。あれ、かけてないか、これ。いや、かけたよな。え、かけた俺、熱血今かけてないよ。ちょっと待って、3400だな、これ威力。3400かける139ってことは 1.39 だろ。で、かける1000の 1.4 だったら、熱血かけなかったら6600になるんだよ。でもそれもなんかおかしいよな。どういうことだ、お前そんな硬いのか。え、さらに効かねえのこれ。9000っておかしい。だってそう、トライダーバードアタックで1万食らしたんだよ。別に空も A だよな。こいつ空 B だから、それがまずいの。まあいっか。お前根性覚えたな。根性まで覚えやがったな。こいつガチで精神タンクだな。こいつすげえぞ本当に。精神タンクっぷりが充実しておるわ。逃げんじゃねえぞお前。今回こそはゴッドバードで倒せる。これじゃ不安になってきたな。急に不安になってきた。寒気が。布団を貸してくれ誰か。震えが止まらん。ゴッドバード。そうだ、ゴッドバードで5000食らしたの。そう、違和感の正体それだ。ゴッドバードで5000食らしたんです、こっちは。やっぱり空には食らないのか。違和感の正体はそれ。いや、5000とこじゃ今いくら食らした。7000も食らしたじゃねえか。なんでだよ。でも熱血使ってなかったか今。この時を待っていた。そういうことか。熱血を使っていなかったんで今。ふう、危なかったぜ。まあこれなら余裕でいけるだろう。ていうかゴッドバードでめっちゃ効いたな。なんでこんな効いたの。よし逃げねえ。チキン野郎も鼻をくったか。まあ言うて4000だからな、ゴッドバード。そして終わりだ。キラーよ、お前も終わりだ。その前にもう宝ねえよな。よし、もうあとは決めるだけだ。お前が決めるんだ。終わった。いやー面白かったな今回のマップも。充実感がすげえよ。充実感が。後味がいい。まるで難解なラノベを一冊読み終えたかのような読了感があるな。読了。やった。初撃破プロテクター。では大体の人はこう初撃破になる。やったぜ。いやすげえよこのグロテクターっていうポジションね。序盤の壁感。おお、金も山ほどもらったぜ。8000か。大学のデータベース。大学のデータベースって何でも思いついたことを口にすればいいってものではない。少しは考えてものを言え。いいアドバイス、的確なアドバイスだね。え、うん、まあな。謎の危機意識、三四郎。お前、ひょっとして三四郎自身がホモなんじゃねえか。なんかこいつ、ホモじゃないアピールさ、しすぎだよな、三四郎。お前自身がホモだろ。さては。見抜いたぞ。三四郎さん、俺に対して何かあるのならはっきり言ってください。おお、いいぞ、ライ。三四郎、こいつ自分がホモのくせにして人をホモ扱いするからね。はっきり言ったって、その。おい、分かってるんだぞお前。奥歯に物が挟まったような言い方はやめてください。
このライの推し、これはイケメン。よし、わかった。君が誰を好きになるとかって、だから俺にはそういう趣味はないんだ。被害妄想、被害妄想にも程があるぞこいつ。え、どういうことですか。だから俺は女性が好きなんだ。嘘つけ。ちょっと待ってください。ということは俺は三四郎さんのことを好きだとでも。そうじゃないのか。誰がそんなことを言ったのです。流星が。そのお前、人が言ったら何でも信じるか。お前、そっちの方が問題だぞ。問題があると三四郎、一番問題があると三四郎だろこれ。この中で一番問題あるぞ三四郎が。違ったのか。違ったのかじゃねえよお前。三四郎を改造してくれ、ミラクルドリルで。大きな戦いが終わった。これも改造した方がいいかな。もっと改造しようか。シャイニングガンダムもっと、こんだけ結構改造してるな。ビームソード改造する、結構いいよな。あ、でも あ、そうか、空にできないんだ。シャイニングストライクの方がいいな、これ。ストライクの方がいいよね。2段階ぐらい改造しようぜ。これ一丁。もう一丁、もう一丁いく。こんぐらいあった。こんぐらいっていいな。よし。大空マリア、仕方ねえな。ジャイアントカッターも改造してやるよ。こんだけ改造すればもう十分だろうが。こんだけ大空マリア改造すんだ、俺は。やりすぎや。運動性低すぎるわ、大空マリア。大空マリオの運動性を改造。もう1万はねえだろ、1万は。お前さすがに集中覚えてくれ。それは改造してねえのにこんな強えのかよ。ガイキングめっちゃ強えじゃん。ガイキング使いてえわ。もうこうなったらガイキング使いたいっすよ。俺も使いたいのは山々だよ。アイフィールドなんだ R2 って。まあ、こんなもんで一緒。バズラドリルを改造しよう。改造する価値あるわ。いやー、そんだな。次はあれだな。次はピート、レベル上げよう。